光徳秋水は明治時代の社会運動家で、日本の労働運動と民主主義の旗手として知られています。彼は貧しい家庭に生まれ、苦労の中で学問に励みました。彼は労働者や農民の権利を守るために戦い、労働組合や労働者団体の結成に尽力しました。彼は言論の自由と民主主義の重要性を主張し、新聞や雑誌で執筆活動を行いました。彼は明治維新後の政治体制に批判的であり、民権運動の指導者として活動しました。彼はまた教育の普及と進歩を推進し、多くの学校や図書館の設立に関与しました。彼は日本の近代化と社会の進歩に対する熱い信念を持ち、そのために自己犠牲を厭わなかった。彼は政府の弾圧や逮捕に直面しながらも、自身の信念を貫き続けました。彼は多くの人に希望と勇気を与え、日本社会における進歩と平等のために尽力した社会運動家として永遠に記憶されます。チャンネル登録と高評価お願いします。